モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。本日はモンキーフリップロストの店長高橋と、スタッフの服部がお届けします。はい今日紹介するのは、6月11日から6月の26日まで行う内藤熊八作フェアね、はい、の並ぶラインナップのメガネを紹介します。はいはい、内藤熊八作という福井県鯖江のですね、内藤眼鏡さんというところが作っている職人さんのメガネのブランドがあるんですけれども、そこのフェアを、やらせてもらって、結構60本以上ですね、お店に、はい、メガネが、おお、めっちゃめっちゃ並びますので、お店に足を運んでいただきたいなと思います。じゃあまずはどこからいきますか。その一番シンプル、あ、いきましょう。じゃあ、はい、ちょっと見せてもらっていいですか、それは。はい、N103 ってモデルですね。 N103 ですね。 N103 ですね。はい、こんな感じ。結構小ぶりですかね、これって。小ぶりですね、ちっちゃいですね。めちゃくちゃちっちゃい感じのセルの44mm、44mm、こんな感じですね。めっちゃちっちゃいウェリントン、ウェリントンっすね。ですね。色が3色ですかね。そうですね、並んでるの。並んでるのが黒とカーキとベッコ。ベッコ。これカーキですね。カーキ。まあ、黒よりちょっとさっぱりした感じでいいんじゃない。こんな感じですね。こんな感じですか。これ黒ですね。これカーキです。こんな感じ。結構小ぶりなウェリントンとかは今探してる人多いですよね。そうですね。ちょっと大きめじゃなくて小ぶりがいいって人多いので、うん、その人にはおすすめです。おすすめしてます。はい。はい。N103。N103。ですね。はい、じゃあ次は。こっちから行くか。はい、はい、これが最新作なんですよね。最新作ですね。これ N の040。040。わかるか。こんな感じ。もう何角形ですかこれ。これは1、2、3、4、5、6、7、8角形ぐらい。8角形ぐらい。崩した8角形みたいな。感じですね。はい、オクタゴンですね。オクタゴンフレーム。かわいい。で、まあオクタゴンは、まあ、丸とかの次にちょっと注目度が高いというか。そうですね。ね、うん、なんかいろんなブランドが最近出してますね。なんかこうヴィンテージっぽいみたいなイメージが。こういうこの形って結構確かに多いですね。ね、ちなみにこの色、これがグリーン系ですね。そうですね、グリーン。リムがグリーンで、で、ところどころがゴールドですかね。メタルがゴールド。ゴールド。で、横が黒っていうちょっと変わった3色、うん、3色使い。おしゃれですね。ね、色合いが。うん、結構内藤熊八はこういうグリーンね。ね、そうですね、グリーンとか濃い青とか、ね、使いがちです。こっちが上がピンクゴールドで下がシルバーみたいな、ね、それもメタルのツートンになってます、ね、これ分かりやすいですね。ここら辺分かりやすいです、うん、めっちゃかっこいい。かけてみます、ね、こんな感じですね。こんな感じですね。めっちゃ見てた。めっちゃ見てた。見てる。めっちゃ見てた。びっくりした。見てるよ。あ、全然変わるっすね。そうっすね。うん。またこうさっぱりというか、うん、でもこう色とかそういうところで遊びるところがあって、うんうん、すごいなんかこう他にないようなデザインというか、う
これが N040 でしたね。はい、はい、040、はい、次がクラウンパントの N106 106ですね。はい、これは最近やたらプッシュさせてもらってるクラウンパントの、まあ、シンプルなデザインだけど、もう芯金がわざと見えるように作られている。だいぶこの遊びの効いた感じのフレームになります。熊八印はここに、これですね。あ、そうですね、熊の、ここかわいい熊の足型、手型がついております、ね、はい。でこれそうですね、セルフレームだけど鼻がクリングスパッド、メタル用のパッドがついてるんで、女性でもとか、あのかけても調整しやすいので、そうですね、全然おすすめですね。これは何色ですか？あ、これはクリアだ。クリアですね、黄白みたいな。うん、これめちゃくちゃおしゃれ。これかっこいいですね。これは僕は、まあ、シンプルなブラック。まあでも横が映えですね、ここの。そうだね。黒の方が結構映えです。うん。クリアは結構、まあクリアなんで、ね、うんうん、クリアも今風ですね。そうですね、かっこいいです ね、 ね、おしゃれ、形もいいし、これはいろいろありますね。そうですね、4種類以上、ね、クリア、これもちょっと違うクリアグレーですね。そうです ね、 ね、さっきのよりかはちょっと、うんうん、こうグレー、元グレーっぽいというか、うん、ですね、深い。こっちが緑、緑、それもちょっとクリアなのかな。そうですね、ちょっと透けてるんですけど、まあ濃いめですか、ね、濃いめだね。割と結構パンチがあるのかな、がっつり緑の感じなんで、うん、こういう、もういいですね。色合いは今多分いいと、めちゃくちゃいい服装に合いまくってるY2K です、ね、Y2K カラーだ。はい、こんな感じの、はい、次がこれだ。はい、品番が N038。 N038、はい、これはまん丸、丸の一山、ちょっとアンティーク系のカラーにこれはなってるので。そうです ね、 ね、ちょっと上から見るとこんな感じで、鼻のところが鼻パッドじゃないですね、一山といって鼻に乗っけるだけの作りになってます、うん、はい、うん、この部分が鼻パッドね。あの熊八って書いてあるんですよ。熊八、どこだ？内側に探してみましょう、うん、はい、ちょっとカメラで捉えきれないですけど、ここに入ってるんですね。めちゃくちゃかっこいいです、ここね。ここに入っております。ちょっと、はい、熊八って入ってます。おしゃれです、おしゃれな、ね、こだわりがすごい、はい。普段はゴールドと貼り合わせで表に鉄鋼が入ってるんですけど、うんうん、こんな感じで、ね、いいね、うん、ゴールドかっこいい、こんな感じです。こっちが青色貼り合わせたシルバーです、うんうん、こんな感じです。玉型はレンズが45、まあ、使いやすいサイズ感ですね、うん、うん、使いやすいです、ね、誰でも合いそう、誰でも合いそうですね。はい、でそれの今のが丸ラウンドタイプでしたけど、はい、これがボストンタイプの同じ一山で、もう同じシリーズのちょっと玉型違いですね。 N039、 はい。これも、まあ、さっきのと同じ一山になっていて、でレンズのシェイプがさっきのが丸ですけど、これはボストンになってます。この色は珍しいですね、黒ゴールドの。そうですね、そんな色あんまないっす、あんまないですね。ゴールドもだいぶピカピカしてます、うん、見たことない、ね、でもこういう方が かけた時にちょっと顔にグラデーションというか馴染むので、こっちは意外と、まあ、でも馴染むといっても結構遊びある、パンチはあるですね。
そうです ね。あ、でも似合います、ね、ありがとうございます。めちゃくちゃ似合う。それもいいね。これはちょっと渋い感じで、渋い感じこの色は渋い感じです。なんかあれやね、アンティークゴールドみたいな、うん、うん、ちょっとわかんないですね。ちょっとわからんですね。色、まあ色がすごいこだわりが強すぎて、ね、何色かわからないぐらい。多分アンティークゴールド。アンティークゴールドだね。結構小ぶりなのかな。でも結構小さめですね。でも花幅とかは広くて、うん、まあそんなに窮屈な感じはしないですけどね、かけた感じ、うん、なんで多分わりかし誰でもかけれるかなと思いますけど。そう47、はい、レーズ小ぶりに見えるけどサイズはかけやすいサイズになってるって感じですね。そうですね、はい、はい、まあ、そんな感じで今こんな感じでいくつか紹介しましたけど、それ以外にもそうですね、60本以上並ぶんで、はい、まだまだ本当は紹介したいんですけれども、ちょっと紹介しきれないんで。そうですね、はい、気になる方はぜひぜひお店に来ていただいて、はいはい、内藤くま八作のクオリティの高い、芸術性の高いメガネ、うん、ぜひ見ていただければなと思いますので、はい、お店でお待ちしております。はい、はい、行ってます。それではまた、さよなら。さよなら。